だいぶええ天気になってきた。ジムカーナー、うん、ホンダのシティ、うん。あんなでサーキットやってたら面白そうやな。トゥース、トゥースおん、なんか棒、どう、大丈夫かレンさんメン、あと何キロ走れんねやろ。あと140キロ。でもまあまあ、でも半分は聞いてねえんだよ。やっぱあれやな、タンクが大きいて重大やな。1リッターだけでもでかかったらだいぶんちゃうもんな。あ、まだこれでしばらくバイパスさせております。また集合場所近くなったら再開したいと思います。ではでは。あれから走ってきて、とりあえず、ね、海沿いを走るとこまで来ました。なんかみんなあえて展望台で見たはんねな。誰も見てないよ、まるちゃん。レンさんの左手がタンクの上に置いてくつろぐ体勢がすごい懐かしく思える。そうそう、昔俺もそれでよくくつろいでたし。お、波しぶきが見どる。お、サーファーがいっぱいいるね。うん、風結構今日あるしいいんかな。まず前はここまで行ってんで。こっから150キロはねて、まだ。せや、前もあの左側のあの鳥居なんやろ思って見てて、砂浜が見えてきた。浜押し入ったよ。しかしガソリン満タンにして給油せずに来れるのはありがたいな。
ここじゃん、え、ここやったっけな、いや、ここじゃないな、セブン到着です。あ、来はった、ごめんなさい。そうです、矢吹田チャンネルさんと合流です。ありがとうございます。今日はちょっとご案内していただきます。いや、また復活したいと思います。よいしょ、矢吹田さんと合流をしました。と餃子屋さんへ連れてってもらえます。ちょっとね、着いたコンビニが間違っちゃって、来ていただいて申し訳ないことをしたんですが、助かります。まあ、なんか行くところもちょっと並ばなあかんらしいので、はい、楽しみですね。